白愛丸とは19世紀末から20世紀半ばにかけて運行された日本の船舶である。1898年12月にイギリスのロブニッツ造船所で竣航。なお同型船の交際丸は1899年に竣航した。当初から日本赤十字社が管理する病院船として建造され、平時は2隻とも。 日本郵船の上海航路下客船として使われた。1900から1901年の義和団の欄では患者輸送船として使用され、1901年4月2日に陸海軍大臣より患者輸送船の指定が解除された。1904から1905年の日露戦争の時には病院船として使用された。1926年に林県商店に売却され、 北洋漁業のカニ高船に改造され、使用された。漁業の作業中に起きた臨地や過酷な、労働により死者が出ており、このことが小林滝二のプロレタリア文学、カニ高船の元になっている。その後の太平洋戦争で軍需品などを輸送中、1945年6月18日、オホーツク海で米軍の潜水艦アポゴンの雷撃を受け沈没。 39名が死亡した。ありがとうございます。